一人ぼっちだった。みんなと友達になりたくて生まれた国を隠してでもみんなと一緒にいることを選んだ。でもずっと怖かった。本当の僕を知られてまた一人ぼっちになるのか。リストバンド。ここどこ？ME722 年7月8日記録。某方面から研究中の魔導兵の能力を飛躍的に向上させる魔導コア導入の提案があった。死骸を素材とした魔導兵は未だ安定性に欠け、実用化までの道のりは厳しい。だが、かの者の持つデータがあれば、おそらく問題は解決できるだろう。死んでしまう兵士を廃し、不死の兵で軍を編成するこの計画は何よりも優先させなければならない。我が帝国が世界を統治する崇高なる目的のために。
プロダクト ID 照会中。 ID0595-3234 確認。セキュリティチェック。ロスト ID。 何？当該 ID の確保、回収作業に入ります。それいいもの持ってるね。派手。出ない。ここどこだかわかる？いろんな呼び名があるんだけどさ、第一魔導兵生産基地とか、君たちが戦ってきた魔導兵や死骸を作ってる場所だよ。でも君の本当の家って言った方が正しいかもしれないね。お友達に殺されかけたんでしょ？父が。ここで傷を癒していったな。バーサダイル長官が君の孤独を埋めてくれるかもよ。バーサダイル誰？知らないんだ。会いに行ってみたら、きっと面白いと思うよ。早くここを出て。やらなきゃ。魔導兵？本当にここって。ME722 年10月21日記録。ME722 年7月8日の記録通り、かの者の提案で魔導コアを取り入れた魔導兵と死骸を融合させる実験を繰り返した。確かに死なない人間を作り出すことには成功したが、どれも兵士と呼べるレベルには達していない。そこで私は別なアプローチを決意した。魔導兵の元となる地下死骸に人間を使ってみたらどうなのかと。これまで魔導兵の原材料に人間の使用が検討されたことはなかったが、死骸に侵される兵士は絶えず生まれている。死骸に侵させ機械死骸となった兵士からならば、理想の魔導兵が生まれるかもしれない。かの者も言った。英霊の死を無駄にするなと。私も軍に携わった者としてその意気に応えたい。あの魔導兵が人間。危ない。
見つからないように。2022年12月5日記録、今日も魔導兵に自我の崩壊現象が発生。この半年兵士を使った実験はいつもここで行き詰まる。そこで私はさらなるアプローチを決意した。人を死骸化させ地下死骸を作り出すプラスモディウム、これを注入する対象を兵士から自我を持たぬ赤子にすれば状況が変わる可能性がある。時間がない。ルシスの脅威は去っていない。良い視野で考えねばならぬ。全ては帝国のため。今は個人的な感情に惑わされるべきではない。子供を実験に使うなんて。やるしかない。
よし。ターゲット発見。排除せよ。ターゲット発見。排除開始。
723年3月11日記録。魔導兵の量産に必要な死骸の元となる赤子だが、自身の遺伝子から培養した赤子を使うことにした。これにより面倒な手続きなしで魔導兵の量産が可能になる。今は量産化が困難な魔導兵だが、赤子の量産が軌道に乗ればいくらでも作り出すことができる。この計画が達成された時、幾百万もの魔導兵が帝国を支えることになる。何と戦った？736年5月3日記録。何者かが研究所に侵入し、試験体一体を盗み出した。このような真似をするのは間違いなくルシスの手のものだろう。死骸化前の赤子を盗んだ程度で、我が壮大なる研究を理解することなどできぬ。だがこうした不愉快な事態は二度と起こしてはならない。すでに警備を厳重にするように指示を出した。我が研究所で生まれし魔導兵たちに。ルシス、いや、俺は関係ないって。絶対に違う。やらなきゃ。それ。
何なんだろう。俺一体ねえ、盗まれた子供のこと覚えてる？ルシスに奪われた血盤か。そう、あったら面白いんじゃないかなと思ってさ、連れてきちゃった。インソムニアを壊滅させた俺、まだだったよね。君も知りたいでしょ、自分の正体をさ。感動の再会だね、父と子の。ああ、ありえねえ、ありえねえ。シガイアーマーの開発に成功した。開発名はダイヤウェポン。まだ自我のコントロールは不安定で、一度起動すれば破壊と殺戮を繰り返し停止することはない。だが破壊力はこれまでの兵器の比ではない。たとえあの難攻不落のインソムニアであろうとも、いともたやすく陥落させることができるだろう。これで成績が手に入る。あの成績が研究できるかと思うと、一月後の調印式が待ち遠しい。あの時の襲撃って、こいつのせいでインソムニアが、みんなの大切なものが破壊されたってこと。どうした、死骸化する姿が珍しいか。
ルーシスにさえ盗まれねばこうなれたのだ。何を？お前はこのバーサタイルベスティアの遺伝子から生み出された幾百万のこの一つ、魔導兵になるはずであった。そんな、俺が？ニフルハイムに生まれし者はニフルハイムに帰るべき。違う！俺はルシスの人間だ！魔導兵なんかじゃない！魔導兵になれなかった、出来損ない。せめて我が一部とし究極の存在にしてやろう。やめろ！なんと心地いい。まもなく私は思考の存在となり、ルシスのも六神すらも動かせる力を得るのだ。殺しちゃった、人殺し、あ、父殺し。違う。これで仲間も親も全部なくしちゃったわけだ。違う違う違う。生体反応低下、プラスモディウム活動指数上昇、死骸化完了。これよりコード XDA1002 インモルタリンへの移行を開始します。こんなところにいたのか。アラメは？話は後、逃げるよ。やばい兵器がまだあるとはね。何があったか知らないけど、今は脱出が先。行くよ。ここで死にたいのかい？私は生きようとしない人間は助けない。ターゲット発見、確保、回収開始。急ぎな。
そこで合流。アラネアは後から追いかける。でもさあ行きな。
しや。イグニスの料理うまかったな。静か。くそ。何考えてんだろう俺。何度目だいそんなこと。プロンプトだっけ。何辛気臭い顔してんの。テネブライで王子たちに会ったよ。あんたのことすごい心配してた。王子のとこに帰りなよ。ニフルハイムの出身でみんなにそのこと隠してた。でもそれだけじゃない。俺はあのバーサタイルが作ったノクトたちの大事なものを奪う側の人間だったんだ。もう
せる顔なんてない。一緒に旅してたくせに王子がどんな人間か分かってないんだね。私やその部下は元は敵、殺し合ってた人間だよ。そんな私らに頭下げてあんたのこと頼むってさ。いい仲間じゃないか。自分の責任を果たしにテートに向かったよ。そっか。あんたは一緒に行かなくていいの。俺のことなんか言ってた？特には言ってなかったね。でもあんたが死んだかもしれないって王子が不安そうだったから喝入れてやったよ。そうか、嫌われたわけじゃないのかな。仲間と旅を続けたいなら自分でちゃんと言いな。仲間でいていいのかな。でも俺がいたらみんなに迷惑かけるかもしれない。もしみんなにとって迷惑だったら。さっきから聞いてるや、うじうじと。だったらどうする。人からどう思われるかが怖い。自分がどうしたいかわからない。そんなの死んでるのと同じだね。誰に何を言われようが関係ない。自分が信じるものくらい自分で決めな。明日私は新型を倒しに行く。あとは勝手にさせてもらうよ。Thank you.